ジェニファー・ブレーディはアメリカ・ペンシルベニア州ハリスバーグ出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーでシングルス1勝を挙げている。身長178センチメートル、体重68キログラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。WTA ランキング最高位はシングルス13位、ダブルス44位。7歳からテニスを始める。 カリフォルニア大学ロサンゼルス校で2014年の NCWA トーナメントに優勝に貢献した。2015年にプロに転校する。四大大会では2017年全豪オープンで予選を勝ち上がり初出場しいきなり4回戦まで進出した。2017年全米オープンでも4回戦に進出した。2019年全豪オープンでは アリソン・ディスクと組んだ女子ダブルスでベスト4に進出した。2020年1月のブリースベン国際では2回戦で世界1位のアシュリー・バーティを6-4-7-6で破る主君を挙げた。8月のレキシントン大会でツアー初の決勝に進出した。決勝でジル・タイヒマンを6-3-6-4で破り WTA ツアー初優勝を果たした。2020年全米オープンでは 自己最高のベスト4に進出した。準決勝では優勝した大阪直美に67、63、36で敗れた。2021年全豪オープンでは第22シードとして出場し、グランドスラムで自身初の決勝進出を果たすも、決勝では優勝した大阪直美に4から6、3から6で敗れた。大会後の2月22日付ランキングでは、 自己最高のシングルス13位を記録している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。